毎週火曜夜7時は生きづらい系シンガーソングライター風見静香のか。 YouTube をご覧の皆様こんばんは。こんばんはだよね。生きづらい系シンガーソングライター風見静香です。ということで今週も始めました、風見静香のか。なんか虫がめっちゃ飛んでる。はい、ということでこの番組は風見静香の、名前がですねかから始まってかで終わる。火曜日だけは風見静香を思い出してほしい、火曜日だけは風見静香のことを知ってほしい、興味を持ってほしいな、そんな思いで、始めた番組でございます。まだね、こうもう今日で多分14回目ぐらいになるんですけれどもね、全然皆さんのね、変わるきっかけになれてる、そんな情報を届けてきてない気がしていて、超私の自己満取りになっているんですけれどもね、もうちょっとだけ付き合っていただければなと思います。今日はついにカンボジアです。ラッピーヤーヤーヤーラッピーヤーラッピーヤーヤーヤーラッピーヤー、はい、もうね一番もめっちゃ話したかった、そんなカンボジア編今日は話させていただきますので、皆さんとって価値のある時間になりますように一生懸命しゃべりますので楽しんでいただければと思います。今日もよろしくお願いします。カラッピヤンヤンヤンラッピヤンラッピヤーヤーヤー、もうこの歌めっちゃ好きなんですけど、改めまして今日はついにカンボジア編。いやもうねめっちゃ好きやねんこの歌。今日は私がカンボジアに行った時のね、お話をさせていただこうかなと思います。そもそも私がカンボジアというものに、出会ったきっかけがですね就活なんです。それもまた就活ってやっぱ本当にね、ね今就活の子もいらっしゃると思うんですけど、本当にねいろんな出会いがある、もうめちゃくちゃチャンスで溢れてる機会、なんていうのチャンスだらけな時期だなって私は思ってます。だから本当就活っていうのはめちゃくちゃふんだんに活用してほしいなっていつも思ってるんですけど、私就職活動中にですね、なんかカンボジアの子供たちの元に行こうみたいな、宣伝を見たんですよね。あるどっかの企業のセミナーかなんか参加したら、でそれ見て私はもうやっと来たみたいな、やっと来たっつってもうめっちゃ嬉しくて、でもその宣伝しに来てた人たちのところに駆け寄ってって、で私ずっとアフリカに行ってみたかったんです。もうずっともうめっちゃ昔からアフリカに行ってみたくてずっと思ってて、やっと出会いました、絶対私も参加します、よろしくお願いしますって言って放ってたんですよ。ちょっと待てよ、そうなんです、風見静香ですね。カンボジアがずっとアフリカだと思ったんですよ。アホだよね。もうほんまにアホなんですけど、アフリカだと思ってたの。で、で、私たちが行く前に子供たちが、カンボジアの子供たちが、日本に来てくれるっていうイベントがあって、そこにまず私は参加したんです。で、そしたらですね、もう子供たちとめちゃくちゃ仲良くなっちゃって。で、もう、なんかあっちってモエピーバイって言うんですよ、123を。でなんかなんだったかな、なんか全然覚えてないんですけど、モイモイバナーナ、モイモイバナーナっていうなんか不思議なダンスがむちゃくちゃ流行っちゃって、私が適当にモイモイバナーナ、モイモイバナーナとかって言ってたら、なんか子供たちの間でめちゃくちゃ流行ってしまって、でもうすごい私人気者になっちゃったんですよね。でも静かイエーみたいな、で私全く英語喋れないんですよ今ね。カンボジアに行ってたって言うとすげーってなるんですけど、全く英語は喋れなくて、本当にそういうモイモイバナーナとかこういうリズムとかノリで乗り越えてきたみたいなタイプで、で子供たちとめちゃくちゃ仲良くなってしまって、もうこれは私もマジで会いに行きたいと思って、ただ私はまだ当時海外に行った経験がなかったんですよ。まあとりあえずご縁だしなと思って、もうさっきから虫がいる、ごめんなさいなと思ってその説明会に行くんですよ。子供たちに今度は会いに行こうというそんなねイベントがあって、スタディーツアー行こう、でそのスタディーツアーに参加しようっていうのに参加したら、そこで初めてカンボジアがアジアだったっていうことを知るんです。え待ってみたいな、反対側じゃないんですかみたいな、めちゃくちゃ近いぞカンボジアみたいな。で
でももう説明会も来ちゃったしなみたいな、もうここまで来たしなんかご縁だなと思って、その写真ツアーにも参加することも決めるんですけど、でもそのカンボジアって言ったら、なんかこう中学生の時になんかね、音楽の授業がなんで音楽の授業だったのか覚えてないんだけど、道徳かな、なんかの授業でカンボジアのその地雷が今も埋まっていますみたいな動画を見たことを覚えていて、もうカンボジアに行ったらもうそこら中に地雷が埋まっていて、生きて帰ってくることはすごく難しいんだろうなって当時の私は思ってたんですよ。でもう海外にも行ったことなかったのもただただむちゃくちゃ怖くて、で行くと決めて、もうえいって感じでした。本当にとにかく子供たちに会いたかったんです、私は。何よりももう一回あの子たちと一緒にモイモイバナーナ、モイモイバナーナやりたかったってだけなんだけど、一番はそれが超したくて、私も行くことを決めて、で結構ね安くはなかったんですよ、そのスタディーツアーも安くはなかったけど、もうこれも本当私は昔大学生の頃決めてたことがですね、人の縁にはケチらないっていうのが自分の中で、なんだろう、モットーとしてた、なんだろう、モットーっていうのかな、大事にしてました。だから、この子供たちとの縁っていうのを私はね、やっぱりもう一回会いたいなって、この気持ちを大事にしようと思って、まあ、お金は大変だったけど、結構大金を払ってカンボジアにスタディーツアーに参加させていただきました。その時にカンボジアに行って、でまた子供たちとね再会を果たして、静かーってなって、もいもいボンドンドンボイボイってまたやってで、まあ当時、まあ、初めての海外だったので、もう到着した時もですね、私もずっとこうバッグもこういう感じだよね、もう常にもうショルダーバッグずっとここにつけてて、絶対人に取られないようにしようみたいな、めちゃくちゃ警戒心の塊でこんなんだったんですけど、でも孤児院とかね行ったら、もう本当にカンボジアという国はですね、もう言うても10年ぐらい前ですけど、本当にね、めちゃくちゃ優しい人たちが多くて、なんかもう穏やかなんですよ、みんな。でこうやってお客様に対してのこうなんていうの、歓迎の気持ちとかがすごく素晴らしくて、優しくて、ご飯もすごく美味しいんですよ。そんなに辛いものもなくて、結構日本食と似てて、でスタディーツアーに一発目行って、で子供たちもわーってやって、いろんなカンボジアを知ります。それそうね、待って、でも1回目はどっちかっていうとあれか、そもそもカンボジアの子供たちに、孤児院の子供たちに、日本っていう国はこんだけ文明が発達してるんだよっていう、まあなんかそういう言い方は良くないけれども、君たちはこれぐらいできるんだよ、なれるんだよっていう姿を見せたいっていうのが元々の趣旨で、子供たちをこっちに連れてきてくれて、で次は私たちがカンボジアを知りに行こうっていうので、カンボジアを知りに行って、また帰ってって、でもう最初こうやってバカみたいにね、こんなんなってたけれども、もうあっち着いたら本当に平和で、もうなんかアホらしいなって思ってたの。もうお母さん、もうまたあのフジバカの時と全く一緒ですね、うちのお母さんとか親たちは、もう絶対そんな危険なとこ行くんじゃないとか言われてたけど、で生きて帰ってくるわけないぞと、私もそう思ってたから遺言書みたいな日記をミクシーで書いたけど、でも本当にそんなことなくて、すごくすごく優しい人たちでいっぱいでした。特にね、シェムリアップっていうね、アンコールワットがあるあの街はですね、すごく、まあどちらかというと、なんだろうな、日本でいうシェムリアップはやっぱなんだろうね、プノンペンがね首都なんで、それはやっぱ東京っぽくて結構危ない街だったりするんですけど、シェムリアップは、なんか本当すごくまだまだ当時は暖かい街だったんですね。もうただただ楽しんでる時も帰りました。でまた何年後かに、それは大学卒業してからかな、に、スタディーツアーがまた同じ団体の人たちが、立ち上げてくださって、またねもう一度あそこの個人に行こうっていうことで、また企画してくれたんです、スタディーツアーに。でやっぱり私はもう一度子供たちにやっぱり会いたくて、で次も行くというふうに決めました。でその当時ですね、ヨートンガールっていうね、27歳だったかな当時、20代のね、女性、ある一人の女性があっちでカンボジアに一人で行ってヨートン城をやるっていう、そんなことをしている女性がいらっしゃった、しおりさん、山田しおりさん、
こんな感じでね、もう普通の OL だった私がカンボジアで養豚場経営者にって言ってね、でその、養豚場の視察も行こうっていうのが次の企画だったんです。でもう私はもうもちろん行かせてくださいって言ってまた連れて行かせてもらって、でもうその時に出会ったその時のなんか一緒に行ったチームがまたすごかったんですけど、一人はね今はもう当時私と一緒同じぐらいのレベルの英語も全く喋れなかった男の子、一個上の男の人がいたんですけど、今やねもうその当時海外本当飛行機の券も買えないみたいな子だったのに、今や世界中旅してたりするし、しおりさんはでも今結婚されてたりとか、あの時行ったメンバーで同じカンボジアで今度また仕事事業を始めた方がいらっしゃったりとか、とにかくすごく意識が高いメンバーで、行ったんです。2回目でその時に、まあ、養豚ガール視察するのと、カンボジアでずっとバーをやっているバー横浜というね、今やね結構カンボジアって日本人がすごいたくさんいっぱいいて、なんだろう信仰がすごくある国なんだけれども、当時は本当に日本人の人が全くいない状況の中、一人でカンボジアに飛び込んでって起業したっていうその小塚さんって方がいらっしゃるんですけど、でその人に、インタビューしに行こう、そして孤児院に行こうっていうツアーだったんです。で、まあ、養豚ガールのしおりさんのね、豚のところ見せてもらったりだとか、でまた子供たちと一緒にもういもういバンダーワンダーしに行ったりとかして、孤児院に行った時に、なんかこう寂しさを感じたんだよね。なんかこうみんなのもっとみんなと近づきたいなと思ったというか、やっぱり私はたくさん来てる日本人の中の一人でしかなくて、そんなにみんなの中で印象に残ってないなっていう感覚が自分の中であったんですよ。で、ちょうどその時行った時にその日本語の先生が今いないんだと、うちの孤児誰かもう誰でもいいから来てくれないかなみたいな話をしていて、でその時はへーぐらいに思ってたんですね。でその次の日ぐらいにそのバー横浜っていう小塚さんの、お話を伺いに行った時に、なんか急に自分の心の中で何かが開いた、なんだ火がついちゃったんですよね。なんか小塚さんのその行動力とかえいって進んでいくその力を見ていて、もしかして自分にもできるかもってなんか心に浮かんじゃったの。日本語の先生いないって言ってたけど来ちゃうみたいな。でなんかちょっとそう考えた瞬間もうドキドキが止まらなくなって、もうすげえ興奮して、でもうドキドキはそれは本当にやってみたいなっていうドキドキと不安のドキドキの2つ。でもなんか小塚さんの話を聞いてたらなんか私もやらなくちゃ、なんか私にもできるかもって気持ちがもう止まらなくなってしまって、でその時に小塚さんたちがみんなのいる前に、私は多分もう一度カンボジアに来ます、個人の先生やるかもしれませんってその時ちょっと言っちゃったので、帰ってきて、でも言ってしまったからにはもう行くしかねえよなっつって言ったものの、なんだろう多分心の中ではもう8割決まってたんだけど、やっぱりできないんじゃないかっていうそのねダメな理由、できない理由をもう当たり前に人ってやっぱ考えちゃうんだよね。だって英語話せないし、私あっちでどうやって生活するの、そもそも英語喋れなくて、でまたこうカンボジアという地で、生きて帰ってこれるのかな、もうできない理由ばっかずっと探してたんです。である日ですね、ハッと気づくんです。あ、これはどっかの動画でも言ったね、できないっていう理由をいっぱい探してるからそりゃできなくなるよなって、できない理由を探してたらそれできなくなるのは当たり前じゃんって、どうしたらできるんだろう、できるっていう方法をできるようにする方法を見つけることができるようにするっていう、行動なんじゃないかなって気づいたんです。でそっからですね、もう1ヶ月もうとにかくまずは行くって決めちゃおうと思って、で本当にそのスタディーツアーで、一緒に行かせていただいたね、皆さんも、そんでもう政治パパというね私の大好きなパパがいるんですけれども、そのね方が本当にいい言葉をいつも言ってくださっていて、何かを、何か始めるとか何か新しいことを挑戦するのに大きな覚悟なんてものはいらないんだと、必要なのは大きな覚悟でもやる気でも根性でもなく環境だって、環境を変えることだって言ってたんですね。もうその言葉がすごく響いちゃって、
よし、環境を変えに行こう、私も自分でできるっていうその経験をしに行かなきゃ。そこからだからもう多分 Facebook かなんかのなんかに書いたんだよね、ブログかなんかに、もう私カンボジアに行きますって言ってるけど、でも言ったけど行きたくない、怖いっていう気持ちの方がその時は全然強くて、もう1ヶ月前ぐらいからずっとお腹壊してましたけど、もう取ったこともない航空券も自分で頑張って取って、でエアアジアとかさ、もう今や慣れてきたからできるけど、まだ LCC ってものがそんなに有名じゃなかったので、当時はもうくっそ難しくて、で英語だし全部で言っても、なんていうの、今まで行ってきたねカンボジアのツアーはやっぱツアーだったんで、くっついてたので自分で取るとかやらなかったからさ、でもうチケット取るのもめっちゃ難しくて、で問い合わせしても全然電話つながらないし、英語だし全くわからなくて、もうこんなんで私本当にカンボジア行けんのって、もう不安しかなかったですマジで。けどちょっとずつちょっとずつ準備して、で、当時ちょうど私ラプンツェルという映画に出会ったんです、ディズニーので、毎日ラプンツェルを英語で見て、であの映画がですね、結構こう新しい世界へ飛び出していく、そんなストーリーなんですけど、もう今の自分にぴったりすぎて、私もラプンツェルだと怖いけどここから踏み出してみよう、一歩出して外に出てみようっていう気持ちで、もうとにかく自分を高めるのに必死で、でむちゃくちゃ腹が痛いまんま飛び出していったのがカンボジアでですよ。もうあっちで私は1ヶ月間ね、日本語の先生をやってたんですけれども、まあ大変でした、まあ大変でした。ちょっとねもう時間になってしまったので、これまた次回もみたいになりますな。ちょっとでもカンボジアに関しては本当に課題だよ、いっぱいあるんでね、まあ、とにかくあの当時のブログがですね、残ってるんですよ、今も風見静香のブログに残っています。ではでは、ちょっと結局長くなってしまったので、次回カンボジアで個人の先生をやってたその1ヶ月間のお話をさせていただければなと思います。あともうちょっとなんでね、風見の自己満付き合っていただければと思います。ぜひね、機会があったらカンボジアもぜひ飛び出して見てほしいなって思います。初めての海外はすごくおすすめなので、なんて言ったってカンボジアの皆さんすっごく優しいのでね、で多分ね航空券も時期選べば3万ぐらいで行けるので、ぜひぜひ私との出会いをきっかけにカンボジアも行ってみていただければと思います。今日はあのいい言葉、今日のいい言葉あれですね、自分を変えるのに必要なのは大きな覚悟でも大きなやる気でも大きな根性でもなく、環境を変えること、これめちゃくちゃね、大事だと思いますので、ぜひぜひ、まずは環境を変えるということをねやってみていただければと思います。はい、ということでお相手は生きづらい系シンガーソングライター風見静香がお届けしました。皆様今日もありがとうございました。おまけ、ラッピーやーやーやーラッピーやーラッピーやーやーやーラッピーやー、次週風見静香カンボジアで個人の先生です。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございます。まだまだ不慣れではございますが、引き続き風見静香よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくね。